おぜお様おぜお様、なぜか呼び方がフランク。どうした昨夜？何か用？新規郎参戦おめでとうございます。参戦してないよ。してないんですか？してないよ。白霊神社の背景だよ。そうですか。では、背景化おめでとうございます。嬉しくない言い方するな。今回は参加なさらないんですか？ああ、不況合戦だっけ？パスよパス。宗教とかめんどくさそうだし。最近の異変も全部スルーしてましたもんね。特にやることもないから、おとなしく観戦でもしているよ。では、私はその横で紅茶でも入れますわ。そこまでよ。そのガラガラ低音ボイスは。動かない大図書館、パチュリーノウレッジ。動かないのではない、動かせないのだ。この MMD のように。おい、やめろ。よく聞きなさいレミー。あなた数少ない参加チャンスの格ゲーイベントでそんなことを言ってていいのかしら。このままだと私たちは背景として、動かない大図書館、動かないメイド長、動かないドアノブカバーと呼ばれることになるのよ。呼ばれねえよ、呼ばれてたまるか。ドアノブカバーは動かない。やめろ、ポーズを取るんじゃない。昨夜、そこのドアノブに、今回の件の趣旨を説明してあげて。とうとう私イコールドアノブに。では経緯から説明しましょう。度重なる天変地異、抗えない天災恐怖、それらは人間の里に遠征感をもたらしました。何をしようが、とは運命を変えられない。それは絶望感ならぬ警告感。何も変わらないのなら、何をしても良いのではないか。いっそ刹那的に生きれば、運命の螺旋から逃れられないこの世界でも、生きる価値を見出すことができるかもしれない。次第に人間たちは、己が心を解放する術を身につけ、それによって人間の里は、混沌のフェーズへとシフトしていきました。いつの間に人里がそんな世紀末に。そして、その混乱を利用して、人心を掌握しようとする者たちが現れた。それが今回の黒幕である宗教家。人間と妖怪の同時支配を目論む僧侶と、不老不死の力を我が物にせんとする同志よ。奴らに好き勝手はさせまいと、我らが楽園の巫女が復権をかけて立ち向かう。それが東方神起動、ホープレスマスカレード。言い回しが妙に中二っぽい。運命がどうとか言いつつバトル展開に持っていけばお嬢様が飛びつくはずだと、パチュリー様がおっしゃったので、ひどい。そして浅はか。ふふふ、少しはワクワクしてきたかしら。いかんせん興味が湧いてこない。要するに、人気の取り合いですよお嬢様。人気？なんでも人里では今、やけくそになるのが流行っているらしく、その混乱に乗じて普段なかなか日の目を見ない宗教家たちが秩序を取り戻すことを建前に人気取りをしようというのが今回の企画らしいです。ざっくり言ったわね。内容は把握できたかしら。つまりこれは不況合戦という名の票集めなのよ。さあ、ドアノブスカーレット、大した信念もなく魅力的に戦え、人気を奪い合え。もはやただの赤いドアノブだろ。いいよ別に人気取りとかしょうもない。周りなど気にせず、自分らしくあるのが一番ですわ。く、鉄板ペアめ。それが人気投票を言いない安定の余裕というやつか。ふ、貴様らにはわからんだろうな。コウマ館メンバーで唯一ズルズルと、順位が下がり続けている私の気持ちなど。意外と気にしている。いいから出ろよ、出てください。レミーが話に絡まないと、基本的に私たちも動けないのよ。そうは言っても、私、神道でも仏教でも道教でもないし。そんなもん、お前が気まぐれで信仰宗教でも作るとか、面白そうだから賑やかし生として参加するとか、動機なんていくらでもこじつけれるだろ。この、おぜお様やろう。おぜお様やろう？どうしよう昨夜、親友の暴走を止められない。パチュリー様、私たちは比較的出番に恵まれているじゃないですか。たまには後進に見せ場を譲りましょう。アリスに勝てたら譲ってもいい。ダメです。あれは今ものすごく強い。前世紀のサナエに匹敵します。わかってるわよ畜生。だけどそれでも私は諦めない。格ゲーに一人はいる遠距離キャラとしてワンチャンあるはず。なんとしてでも親友を担ぎ上げて臨場してみせる。親友にあるマジ発言。あの、パチュリー様、非常に申し上げにくいのですが。何よ。黄昏さんの労力とかの都合で。無理。
なんか、ごめん。